何目指してたっけ。SQ がなんか SQ と2人で生き残るやつが見えちゃったから、それを目指しちゃったけど、とりあえず方針決めよう、うん、3つあるんだよ今。だからとりあえずグノーシアで続けてってメンバー次第で決めていかない。だからまず今特記事項が空いてない重道、ジョナス、レムナ、そこの3人との有効度を上げるから、初日有効度具合を見て、その3人のうち誰かが仲いい人に設定されてればその人をカバー。 SQ イベントだったら最初から始まるから、多分強制的に始まるんじゃない。だからそれじゃなかった場合、そのうん、 SQ イベントが多分始動するのはあそこからだよな、初日の夜からだから。だからその2パターンだもんで、グノーシアで空いてないのって他にないっけ。グノーシアで空いてないの SQ のみ。コメット、コメット空いた、空いたか、空いた、空いてそのまま負けた。そうだじゃあ初日は SQ からレムナを残すって言われない限りは他3人をかばう。1日目終えてその時点で SQ からなんか来たら、そう、そっちに行く。じゃあそれで行こうか。だ初日まず仲いい人をかばう、とりあえずそれで行けばいいじゃない、うん、ここで SQ が出ない出ないね。まあやっていこうか。コメント乙女コメント乙女やば、お、お、あ、あ、定期的にいなくなるじゃん、うん、仲いい人は誰。あ、しげみちかばおうぜ。あと、ちょっと待って、もう一人誰がいない。ステラか。ああ、ステラだね。うん、急にしげみちをかばい出す。乗るな乗るな。ジナ、ジナ急に来るじゃん。ジナ行こうぜ。まあ釣っちゃっていいんだね。役割とかも変に出さずにやっちゃってもいいとは思う。コメットいるもんな。コメットが名乗り出したらやばいんだよな。ああそうだね。うん。てかみんなの名乗れって言わないね。全然。うん。そうだね。やりやすいようなやりにくいような。ああ誰も言わなかったね。普段あれか。あの節かステラが言ってくれるけど。そうだね。12って圧倒的だな。なんか出ねえかな。お、しげみちだ。最初のザザってやつ気になるけどな。いや、あれのためでしょ、シャーミンいないよみたいな。それだけじゃない。うん、お、ああ、おー、いいんじゃない。さあどうする。厄介なのはユリコとか、ユリコくくるしか SQ、 うん、まあね、うん、つぶにくいからね。反撃する持ち残すの嫌だよね。ああ、うん、そうだね。ジナかばってる、ジナかばってる。え、いきなりなんかさっきジナめちゃくちゃ疑われてたの。ああ、いいんじゃない。まあちょこちょこ、フフ。 CM 中は今回ステラがいないからね。そうじゃねえ、うん、今回誰に票が集まってる。ジョナスでいっか。あ、ごまかさなかった。そうだね。あれ、役職いるよね一応、うん、いるはずなんだわな。全然名乗りでね。あれ、留守番はなし。留守番はいるよ。バグがいない。何もねえ。あ、守護天使がいないのか。守護天使もいないんだ。たった留守番とっとと炙り出して殺しちゃってもいいな、うん、お、え、続き。あ、続き。僕さ、宇宙を冒険したかったんだ。びっくりした。急すぎ。誰も行ったことない星、誰も見たことない生き物、そういうのを見つけたいじゃん。でもさ、
あー結構しんどいよな、この船のやつ全部消すのって。これはやっぱ無理っぽいかな。前見たやつ、これここは見たかな、冒険しようは見たじゃん。ここ見て、だからやっぱコメットと生き残らんといかんのじゃないかな。そういうなんか特殊なエンディングを見るためには生き残れなかったっけ。生き残れなかった、前回はダメだった。コメットは先に退場してった。え、じゃあ冒険しようセカンドシーズンってことです。セカンドシーズンマジ言ってる？でもこれ、でもいいか、人間だったら家を使えるやつを消した方がいいかもしれんな。ジナとか。ああ、ジナ言えるね、そういう。直感が高いやつ消しとかんと。だとしたら節もだよな。節、ああやってくるね。節とジナってどっちの方がさ、うん、あれは高い、カリスマとか。カリスマが高いのは節。なんか大体節が高いかなってイメージだけど。ただ人間だと家は直感スキルで、ジナは今直感特化型になってる。まあでもどうなんだろうね。正義感というかさ、自分を犠牲にしてでもやりそうなのはジナか。うん、うん、ジナの方がいいかもね。こうやって思うと今回の構成は結構やりやすいのか。バグもいねえし、守護天使もいねえから。そうだね、バグいないのはやりやすいよね。もう何も手出させずに適当に。とりあえずもう名乗り出るを使われたら一回自分たちが名乗り出ちゃって先にね、うん、出てコメットと乙女を守らん止めて、もう一回役職行かれたら、うん、もうそこは賭け生還するしかないけどとりあえず一回は守れる、うん、からとりあえず身を守るだけでいいんじゃないあのなんかエンジニアもグノーシアが見つけれたら出てくるかもしれんし、そうなったら確かに、まあ、対抗で出るしかないか、まあ、9だから、まあ2ターンはいるとな、うん、とりあえず様子見ていいんじゃない。茂道を利用できるだけしといておい、お、お強い強いいいねカリスマ。止めた方がいいんじゃない止めて疑いは来るけど、まあでもな、コメット残すって言ったらこっちだよな、うんうん、バカ野郎や。あ、でもこれで自分が言えば乙女もコメットも出ないから自分が先行っちゃっていいんじゃない。様子見てどっちかが行くよりは。あ、これでレムナン殺せなくなったな。声はそんなに大きくないからいいんですけど、うん、ジナ両方とも白出しか、やば、乙女白出ししてる、乙女白出ししとる勝手にやばそれはやばい。だから SQ を噛んだらまずいってことだな。うん、え、SQ 噛んだらまずいの？だってグノーシア、レムナンの言ってることが正しくなるんじゃないの？人間。あ、そっか、正しくなっちゃうから。え、レムナンと、でも AC、あ、人間か、うん、そうね、レムナンと SQ はなるべく触れずに行きたい、ここから自分も SQ 白出しすればいいんじゃね。まあ、とりあえず、あ、まあね、うん、今回の投票は説一定で、次 SQ 噛んで白出しすればいいんじゃない。これしか噛んで SQ に白出ししてもいいかなって。あ、まあどっちでもいいけど、うん、まあそうだね。ただ人数的にそろそろ黒も出さないといかんから、うちらも、うん、まあね、シピに黒出すぐらいやれるとしたら、そうだね、防御力低いやつに黒出した方がいい。黒しかは黒出したくないから、うん、いやでもね、その黒出しをして次のターンとかでこっち陣営が削られたりするとまずいんだよね。あ、なんかターンが引き伸ばされるとこのチーム弱い感じするからさ。あ、てか別に無理して出さなくていいか、うん、そう、せつつる今から、うん、ククルしか噛む、 SQ 白出す、うん、だからまだ破綻は大きいわけ、うん、起きないから、だから次のターンからは黒出しをしてかんといかんけど、うん、もうレムナンと直接対決して勝とう。そうだね。どうする？じゃあせつつって、とりあえずせつ SQ は白出し、うん、で誰かの SQ かな。SQ かククルシカって感じじゃない？そうだね、釣りにくいとこ。まあ仲悪いからククルシカかも。ああ、攻撃してくる可能性あるなうん、シーピさん、で SQ 白出しだね。ただそろそろレムナンが見つけてきそうだよね。まあだって2分の1ぐらいじゃない。 おっしゃ
いないんじゃない一旦使ってくれてありがとう、まあ、でもこれどうする、重道つるいやでもだってここでレムナンとバチバチにやり合ったら声の大きさで勝てるんじゃないの。あ、レムナンに行けばいいのか。あ、そうだね、レムナンに行けばいいんだ。なに、レムナンのストレスにやられちゃってんのストレスにはやられてないねそうだね、ここ同士でお互い疑い合っても全然いいもんね。あ、SQ も来た、いいね。あ、いいんじゃないむむむむむってまあここは別にノンタッチでいいんじゃない。もう一回レムナン攻撃しとく最後の一撃出せ。あんまり喋んな、疑われるからこれで決めちゃいたいな。いけるかな。よしよし、重道が強いんだけどいいやつ味方にしたわ違う狙いでいったのにねいったね。はーいさよならあー全部終わってんだよいやまさか勝てるとは。おー、あ、フーリーごめん、ちょっとぼーっとしてた。へへ、勝ったんだよね僕たち。でもフーリー、一つ教えてくんない？いや、今更なんだけどさ、正直言って僕、足手まといだったろ。なんで見捨てなかったの？三択だな好きだからだと、なんか恋愛イベントを見れそうな気がする。見れそうじゃない手下だからだと、冒険シリーズが始まるけど私は好奇心で好きだからかな。手下だからかないやー、どう、なんかね、そうだね、雑談でなんか誰の子供が欲しいってみたいな、いきなりすっ飛ばしたこと言うから、うん、そうだね、そっち方面の発言は気になるところではあるよね。うん、じゃあ多数決でいいですね。はい、どうぞ。コメットのことが好きだからと答えた。BGM が止まった。は？え、うん、そうだな。それは僕も不利嘘つかれた好きだけどさ、そういうことね。コメントは嘘をついているバレた？やっぱ僕嘘下手だな。だって僕フーリのことさ、好きとかじゃなくて大好き何それ何それってお前あ、終わった何それはひどいだろ遠心主義者だジョナスかね、遠心主義ごめんなレムナン、バチバチになる必要もなかったそっか、遠心主義者の理想を叶えてやったんだよまあ綺麗に勝てたね。そうだね、ああいうのを開けるだけじゃなくて、ああいうエンディングというかイベントとかを考えると目に見える範囲だけではないな。あ、そうだね、イベントサーチの話。そうそう、うん、まあ、今のもイベントとしてゲーム側が考えてるんだったら、これ以上にサーチに引っかかる部分もあるよね。そうだね、あと6個だ、レムナンが2つ、はい、空いてない。とりあえず一旦切りましょうか。